皆さんこんにちは。岡山県立医科大学の、リウマチ膠原病科の、岩田といいます。本日は関節リウマチってどんな病気というタイトルで、お話しします。今日はですね、3つの、パートでお話をします。最初に関節リウマチっていう、病気がどんなものかということを、簡単にご説明をしてですね、関節リウマチをどうやって診断するのか、そして活動性評価、治療がどんなものがあるか、そして、最後に、副作用、そのお薬の副作用とか注意点について、お話しできればと思います。まず、膠原病ってどんな、病気なんですかという説明ですが、膠原病というのは、ここの図が分かりやすい、リウマチ性疾患、自己免疫疾患、混合組織病の、3つを併せ持つ性質のものを膠原病と言います。例えばリウマチ性疾患というのは、筋骨格系に、疼痛を伴う疾患、次が自己免疫疾患というのは、自己免疫現象が病気の発症病態と関連する疾患、そして、結合式疾患というのは、肺や腎臓などの多臓器障害を起こす疾患、こういう3つを、合わせ持つものを膠原病というふうに言います。そしてリウマチも、この中の一つということになります。そうですね。膠原病およびその類炎疾患というのを我々は、診療をしておりまして、一番ですね、数が患者さんの数が多い疾患がこの関節リウマチになります。ここにこう書いてあるようにですね、今日はお話ししませんが、こういう疾患が、いわゆる膠原病、そして、ここに書いてあるような、病気が、類炎疾患ということになりますが、特にですね、今日は関節リウマチのお話ししまして、一つだけですね、このよく名前も似てて間違いやすい病気についてですね、ちょっと最初に説明をしたいと思います。我々のですね、診療科は、これ、一昨年の、データにはなりますけれども、外来3000例ぐらいの患者さんを診察してまして、3分の1ぐらいがこの関節リウマチということになるので、患者さんの数も多いですし、この疾患をですね、しっかり治療をさせていただくというのは我々の科の使命でもあります。でこれがさっき言ったちょっと関節リウマチと間違いやすい代表的な病気なんですが、リウマチ性多発筋痛症、これはリウマチってついてるからリウマチと思ってらっしゃる方もいるんですが、実は病気としては別でして、どんな病気かというと、頸部、肩、腰部、大腿など、四肢、筋胃部の痛みやこわばりを生じる、原因不明の炎症性疾患と。で、高齢、特に50歳以上の中高年に、発症する病気です。そして、症状としてはですね、右の図みたいに、さっき言ったような、首、肩、そして、腰から大腿部にかけて、ある日突然ですね、痛みがやってくると。痛くて寝返りが打てない、痛みやこわばりで起き上がれない、肩や腕が上がらなくなった、こういう症状がですね、比較的急に発症するというのが特徴です。ここに書いてあるように、発症日を覚えているくらい比較的急速に発症するというのが病気の特徴で、この場合はですね、リウマチ反応と言われているリウマトイド因子とか抗 CCP 抗体、抗核抗体等々はですね、検査の結果陰性で出ることが多いです。でこの病気結構我々のところにもよく来られるんですが、リウマチとは違う病気でして、ステロイドの反応性が非常に、良好ということで、治療を始めるとですね、すぐに痛みが取れて良くなりましたとおっしゃる方がいます。ただこれは繰り返しになりますけど、関節リウマチとは別の病気
ただあのたまに関節リウマチと合併されておられる方もいらっしゃいます。で、あの今日の本題の関節リウマチという病気ですが、これは、持続性破壊性の関節炎をきたす、全身性自己免疫疾患ということになります。こういうふうにですね、進むと関節が変形して、レントゲンでも骨の破壊が進んでいるということになります。でこれはあの、有名なあの昔の画家のルノワールさんという方がいらっしゃったんですが、その方の記録でもですね、あのこういうふうにあの手指が変形していて、こういうふうあのこういう手でですね、お手伝いさんと手伝ってもらいながら絵を描いていたというような逸話もあります。であの我々 の, あの日本ではですね、40歳から60歳の、特に割合としては女性に多く、後発して日本では今 82.5 万人が、罹患されておられるということになります。割合でいうと150人に1人ぐらいは、リウマチということになります。で、患者さんの QOL を著しく障害して生命予防も悪化不良というふうに言われていましたが、これはですね、あの今からお話しするように治療も進歩して、随分と、この時とは変わってきています。あれの病因ということですが、これは遺伝的素因に環境因子が加わって発症するということになります。ただですね、あの、リウマチの、お母さんお父さんがいるから必ず子供がなるよという病気ではなくてですね、あの、遺伝的な、素因があって、あの、初めてですね、その人があのリウマチとして発症する、いわゆる孤発性という方もあのたくさんいらっしゃいます。あの遺伝的に、こういうあの、素因があって、そこにですね、喫煙とか歯周病感染等が、きっかけになって発症するというふうに言われてますがですね、後でお話するように関節リウマチの方、肺病変を持っている方も非常に多いので、このタバコとはですね、非常に相性が悪いということで、リウマチと言われている方はですね、あのタバコは絶対にやめた方がいいと思います。で、自己免疫ってどんな病気ですかということなんですが、これはですね、あの、普通はですね、バイ菌とかの、外来抗原が、細菌ウイルスですねが体に入ってくると、リンパ球という免疫細胞が、感作してですね、抗体というのを、産生して、この、異物をやっつけるというのが普通の免疫なんですが、リウマチとかはですね、このリンパ球というのが、自分の体の成分に反応するようになって自己抗体を産生すると。でその結果自分の体の成分である自己抗原にずっと免疫が反応するので、体で炎症が続いて、関節をはじめいろんな臓器に炎症を起こすと、こういう病気になります。つまり関節リウマチというのは、関節だけの病気ではなくて、全身に炎症を起こしうる、自己免疫疾患ということになります。でですね、これリウマチって、どんな病気ですかという病態のお話ですけど、ここら辺のですね、ちょっと、ちこじのやつは気にしなくていいんですが、関節というのはですね、ここがこう骨になります。でこの関節、骨を覆っているところ、これ軟骨といいますが、骨と軟骨、そしてこの間にですね、関節が あるんですが、ここを覆っているのがこれ、滑液胞ということと、ここにですね、関節の細胞である滑膜細胞というのがいるんですが、ここが関節ですね。でここが関節を滑膜という、部分になるんですが、ここにですね、悪い免疫細胞がいっぱい集まってきて、こういうふうに軟骨とか骨が破壊されていくと
あるいうのが、リウマチの病態です。で、普通の正常の方の骨とか、まあ、こういうふうに綺麗なんですが、リウマチでですね、この炎症が進んでくると、こういうふうに関節とか、骨が壊されていきます。で、まあ、普通の方はこういう、まあ、左みたいな綺麗な関節の構造をとっているんですが、リウマチになると、この滑膜が炎症を起こして、関節が侵食されて、次に骨まで侵食されて、骨が変形してくるということになります。で、まあ、どんな症状がありますかと、まあ、これ経験からある方多いと思うんですが、まず関節が腫れて痛みます。で、まあ、これですね、僕らが一番診断するときに重視する症状になります。で、あとはだるくて微熱があるとかですね、朝こう手がこわばって、なかなかこう、こわばりが取れないと。まあ、こういうのがリウマチの特徴的な、症状になります。で、まあ、どんなところが痛いんですかって、まあ、たまにですね、腰が痛いんですけど、リウマチですかって言われるような方いらっしゃいますけど、腰はですね、あまりリウマチで痛くならないんですね。肩。で、この特にですね、この手の指の、ここの関節、じゃここの関節が、痛くて腫れてるっていうのは、まあ、かなりリウマチに、典型的な症状ですね。あとは手首、肘、肩、で首とかが痛いとか、顎がですね、顎関節が痛いとか、まあ、そういう方もいらっしゃいます。あとは、まあ、股関節、膝、足首、足の指、こういうところが、痛くなる病気になります。変形するとですね、まあ、こういうちょっと今から写真で見せるような変形をきたすと。で、実際これリウマチの人の、患者さんの手ですけど、まあ、こういう ボタン穴変形っていうのは言うんですけども、こういうのとかですね、スワンネック変形っていう、これがそうですね、ごめんなさい、スワンネック変形って、まあ、要するにスワンの、こう首のような形をしているからということなんですが、まあ、そういう形の、まあ、手首、指の変形をきたしたりとかですね、あとは、まあ、こういうさっき言ったボタンが変形っていったものとか、あとはこういう手の指がこう外にこう曲がっていく尺足変異っていうんですけど、まあ、こういう変形をきたしたりとかですね、あとは親指が変形してこう折り重なっていくというような方も進行するといらっしゃいます。で、まあ、僕らはですね、まあ、このリウマチの方が来られると必ず手足のレントゲンを取ります。で、まあ、ステージがですね、1っていうのは、まあ、基本的には、まあ、骨に変化がないか、まあ、関節のこういう間隙が少し狭くなっているような方はステージ1で、ステージ2っていうとですね、ちょっと見にくいんですが、まあこれで言うよりちょっと先ほどのちょっと戻した方がいいですけど、まあ、こういうですね、骨にビランって言ってですね、虫食いみたいな変化が起きてくるのがこれステージ2ということです。そして、3っていうのはですね、まあ、こうちょっと指が外に曲がってきますが、こうやって関節が亜脱臼を起こしている状態がステージ3。そしてですね、ここ4はですね、ここの手首が骨強直っていって、まあ、こういう綺麗な状態だと手の指が8個こう手根骨というのが分かれてあるんですけど、これがですね、固まって1回になっていくんですね。で、手首がこう曲がらなくなってきている状態、ここから曲がらない状態になっているとステージ4ということになります。で、昔ですね、関節リウマチというのは、慢性関節リウマチと言われていたんですが、これ慢性っていう言葉が外れました。なんでかっていうと、リウマチというのは昔なんていうか始まるとゆっくり進行するんで、まあ、温泉で使ってたら治りますよとか、まあ、昔言われてたんですけども、今はですね、この炎症が始まるとですね、最初の、1、2年の間にですね、すごい勢いで関節とか骨の破壊が進むんですね。なので、まあ、急ぐ治療を急ぐ疾患ですということで慢性が取れました。なのでリウマチというふうに言われると、骨が変形する前にですね、
早く治療に入らないといけない、まあ、いわゆるこう緊急性を要する疾患というふうに理解が変わっています。で、最初にこう、まあ、炎症が強くて骨とか関節が壊れるので、ここが壊れてしまうとですね、後戻りできないので、まあ、ここをいかに早く壊れる前に止めるかというのが、まあ、私たちのお仕事になるということになります。で、まあ、こういうふうにですね、炎症というのが最初強くて変形が進んじゃうとですね、結構変形は強いけどあんまり腫れてないねというような状態に変わってきます。なので、まあ、最初にですね、炎症を早く止めて骨が変形しないようにしてあげることが重要です。で、関節リウマチというのは、まあ、名前の通り関節がメインに障害されるんですが、たまにですね、悪性関節リウマチといって、まあ、関節以外にもいろんな臓器に、まあ、病気をきたす方がおられます。まあ、またはですね、悪性とつかなくても関節リウマチの方という、特に、まあ、さっきも言ったように肺障害というのを効率に合併していることがありまして、まあ、僕らはですね、だから、まあ、患者さんが来られると必ず胸のレントゲンを取りますし、1回最初に取ってもその後1年に1回は必ずレントゲンを取ることになります。なんで関節リウマチなのに胸のレントゲンを取るんですかっていうのは、まあ、そういう理由があるからですね。で、まあ、RA 関節リウマチにおける肺障害ということで、まあ、一番、まあ、よく見るとですね、こういう肺栓異常といって、まあ、普通はですね、こう空気が入っててこういうふうに黒く見えるんですが、ここにですね、こういうふうな白い陰影が見えると思うんですけど、これは間質性肺栓異常と言います。で、レントゲンとかでも見るとですね、ここの黒いところの中にこう一部こう白いところがあると思うんですが、まあ、こういう病変を、関節リウマチの方は合併しやすいというふうに言われています。なんで、まあ、タバコはダメですよというのはそういうこともあります。で、じゃあどうやって僕らは、関節リウマチの診断をつけているんですかというと、このいわゆる、アメリカリウマチ学会、ヨーロッパリウマチ学会が作っている分類基準っていうのを、必ず、受診された時に僕らは点数をつけています。そしてですね、関節が何箇所腫れているか、そして、血液検査のリウマチ反応が陽性か陰性か、ま、そして炎症反応と言われる、まあ、CRP ですね、あるいは血沈と言われるやつが陽性か、そして痛いと言われるようになってから6週間以上経ってるかどうかとか、こういうのを、まあ、ポイント制に組み合わせてですね、一応6点以上あると、まあ、関節リウマチというふうに分類できるということになります。ただしですね、これ骨の破壊が見られなかった場合ということで、レントゲンでですね、リウマチの変化をきたしていれば、まあ、それだけでもリウマチというふうに判断されます。なので僕らがですね、手の関節の所見を取らずにリウマチと診断することはありえないということになります。なので関節は必ず多分リウマチと診断されてある方は、最初に丁寧に、関節を手足肩肘全部くまなく触って、診断をされているはずだと思います。で、このリウマチの活動性評価指標というのがありまして、これらもですね、僕らは、受診のたんびにカルテに記載していっています。まあ、DAS28 というのと S 代 C 代って呼ぶんですが、こういうのを、まあ、つけてるんですが、まあ、どうやってつけるかというとですね、リウマチの方が来るとまず必ず手足の関節全部触ります。そして患者さんにですね、今体の全体の調子はどうですかという点数を0点から10点で全部つけてもらいます。またこれと同じことを僕らも同じように点数化しています。そしてリウマチの、評価のためにですね、 CRP を点数つけないといけないんで、他の副作用とかのことも含
めてですね、受診のたんびに採血を取ります。これはですね、これしないとこの評価ができないとかなんですね。あとは、お薬とか飲んでると副作用が心配だから必ず採血とかを取ってます。で、これでですね、例えば、痛い関節が3、腫れてる関節が3、そしてこの、バスっていうのが、30点、そして我々がつけたのが30点だったら合計3333の12点ということで、僕は点数をつけてですね、それに CRP の値を足して、こう何点以下だったら寛解とか、何点以下だったら低疾患活動性、何点あったら中等度の活動性がある、何点以上だったら高疾患活動性、こういう感じでですね、毎回病気がどれぐらい強いかということを評価しています。でこれで僕らはその治療を、今されてある治療をどうしたらいいのかということを毎回考えて治療の組み立てをする。だからですね、繰り返しになりますけど、手を触らずにリウマチの診療をするってまあできないんですね、僕は。で、この点数をつけない、あるいは採血を取らない、これで点数をつけてるというのは、僕は どうやってしてるんだろうなというふうに思います。なので僕、私この S 代と C 代というのを覚えていただいてですね、これ私何点なんですかと毎回聞いてください。主治医は必ずこれをつけてるはずなんですね。で、これの点数が低いので、今日はこの治療でいいですよと、あるいはこの治療が、点数が高いんでうまくいってないから、この薬に変えた方がいいかもしれませんというお話を患者さんには、することになっているはずです。はい、まとめになりますが、関節リウマチは膠原病の一つでして、関節炎症、境をきたす疾患です。遺伝的素因に環境因子が加わって発症しますが、後発例もいるので、家族内に多くの人が発症する、そういう病気ではあります。また、関節が破壊されると日常生活動作が障害され、生命予防にも関わるため、早期発見、早期治療が重要になります。だから変形、骨破壊のとかですね、関節の変形をきたす前に病気をいかに封じ込めるかというのが、重要な治療になります。はい、じゃあ、診断活動性治療ということで、診断と活動性までお話したので、治療ですね、皆さん治療についてお話をしたいと思います。で、関節リウマチ診療ガイドライン2020というのがありましてですね、これ日本の、リウマチ学会が作った、最新のガイドラインですが、治療目標というところがありまして、関節リウマチの疾患活動性の低下及び、関節破壊の進行抑制を介して、長期予後の改善、特に QOL の最大化と、生命予後の改善を目指す。QOL というのは、クオリティオブライフですね、日常生活の質ということなんですが、これを改善する。だから痛みが取れる、患者さんにとってはですね、痛みが取れて腫れが取れたら、それだけで万々歳だと思われるかもしれませんが、僕らは今それをするのが当たり前くらいになってきてまして、その先にですね、その患者さんがいかに変形をせずに、普通の人と同じぐらいの寿命を全うできるかと、こういうことをですね、高い目標にして治療に臨んでいます。中にはですね、もちろんリウマチが難治性でなかなかその目標に到達しない方ってもちろんいらっしゃるんですが、多くの方は、こういう元気にですね、普通の人と暮らせるという目標を、掲げて治療をしています。だから痛みが取れたということだけでは満足してはいけないという疾患になってきています。だから僕らは骨の破壊とかですね、そういうことが起きないことを目標に患者さんの、治療の組み立てを行っています。で、この赤文字のですね、共同的意思決定というのが非常に大事でですね、これは
まあ、要は、患者さんと、その担当医がですね、ちゃんと相談をして治療を決めましょう、つまりお医者さんが一方的にこれでいきましょうということを、まあ、昔はですね、あ、分かりましたと患者さんが聞いていたわけですが、今は患者さんもなんでその治療をしないといけないんですかと、で、こういう事情があるんでこういう治療を私はいいですということを、まあ、言って、2人の意見が、あった方向に治療していくと、まあ、でもですね、まあ、一つ、まあ、お伝えしたいのは、まあ、僕らはもちろんあの患者さんのその、まあ今言ったような骨の破壊の進展とかですね、まあ、長期予防の改善というのを、まあ、目標に治療をいろいろ組み立ててお話をしていると思いますので、まあ、僕らはまあそういう意図でまあお話をしているので、まあ、そこはご理解をいただいた上でですね、あの金銭面とか含めて、まあ患者さんのご意向がと合えばいいなというふうに治療しております。でこれ、まあ、本邦で使用できる抗リウマチ薬を全部書いてますけども、このですね、従来型合成抗リウマチ薬であるメソトレキサ、まあ、これですね、あのリウマチの、まあ、いわゆるあのアンカードラッグって言われるやつで、まあ、あのリウマチと言われたらですね、まずこの治療薬がほぼ入ります。でここは入ってないっていうのは何でなのかなというふうにちょっと思われます。で、まあ、それでですね、効かない場合に、まあ、生物学的製剤や、ジャック阻害剤と言われる新しいお薬、まあ、この辺がですね、ちょっとあの金銭的に効果になるので、まあ、ちょっとあの患者さんとの相談ということになってきますが、まあ、それはちょっと今から説明していきたいと思います。でですね、あの、まあ、関節リウマチといえば、メトトレキサートということになりまして、これはあの一応禁忌がなければ基本的にこのお薬を飲むんですけども、メトトレキサート、1週間に1遍飲みますというふうに言われることが多いですが、まあ、いろんな先生によってですね、まあ、1回で全部飲んでくださいという先生と分けてですね、1日に2回あるいは2日に分けて3回というふうに、飲む方がいます。で1日空けてこの葉酸というお薬を、まあ、飲む、これはあの副作用を軽減するためのビタミン剤みたいなやつなんですが、これを飲みます。ただですね、まあ、僕はこのほとんどこの一番上の1日1回服用ということで1回にですね朝全部飲んでもらいます。まあ、これはあの、まあ、僕 の、まあ、あの意見としてはあの、まあ、1回で飲んで血中濃度を上げてですね、あの、まあ、あのこの葉酸で副作用を取る方が効果も高く副作用も少ないからという理由で、一応こういうふうな形で僕の担当の患者さんにはそのようにお勧めをしています。またですね、今あのこのメトトレキサートは皮下中製剤というのが出てきまして、あの自分でですね、あのお腹とか、この大腿部ですね、あとはまあ看護師さんとかを打つ場合は手の裏とかに、皮下中で打つやつがあって、まあ、こっちの方がですね、吐き気とかの消化器症状が明らかに少ないということで、こういったものを最初から希望されるような方もいらっしゃいます。お値段はですね、ちょっとこれ飲み薬より高いぐらいで、まあ、大きくは変わらないということです。でですね、あのこれあの、まあ、ちょっとあの僕らの、ガイドラインみたいなものでちょっと話難しいかもしれないですが、まあ、要点をあのお伝えしますとですね、さっき言ったような診断分類基準で関節リウマチと僕らが診断をつければですね、基本的にメトトレキサートというのが飲めないという患者さんじゃなければ、このメソトレキサートから治療を開始します。これ、あの私違うかもと思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、僕はあの4月から和歌山に、あの去年の4月から来たんですが、確かに和歌山はですね、このいわゆる最新の診療ガイドラインにのっとってない方が結構おられます。で、リウマチといえば、メソトレキサートから治療を開始する、これがですね世界標準です。なんでちょっとあの違うなと思う方は主治医の方に先生にも聞いてみてください。でですね、あとあのリウマチというのはですね、ステロイド飲むのが当たり前と思っていらっしゃる方がいるかもしれませんが、これも、間違いでですね、あのステロイドというのは、最初の痛くてたまらない時だけにどうしても生活が送れない方だけが短期間に使う
ものであって、あの慢性的にステロイドを飲み続けるというのは、あの全然ガイドラインに沿ってないんですね。これ結構あれ自分飲んでるなと思ってる方おられるかもしれませんが、それはですね基本的にはあの、まあ、良くないというかですね、あの減らしてやめていかないといけないものになります。ただですねこれあの条件付きで肺に病変がある方とかは、ちょっとそれの治療に使ってあったりするので、まあ、それはちょっと合わないということで、あのこれには合わないですが、基本的にリウマチにステロイドというのはあの古い治療で、僕はあの最初からステロイドを入れるということは、まあ、まずほとんどしないです。これはあの覚えておいてほしいなと思います。でですね、あの、まあ、メトトレキサート以外のですね抗リウマチ薬の飲み薬、あの CSD マードというやつを、まあ、あのよくですねあの、まあ、組み合わせて飲んでる方とかいらっしゃるんですが、これはですね MTX が飲めない方、あるいはこれで治療してもちょっと効果が足りないような方だけが使うものであって、これをメインに治療されてるというのはちょっとあれって思った方がいいかもしれないですね。でこの抗リウマチ薬 MTX 以外っていうのは、まあ、飲まれてある方も多いかもしれないですが、サラゾス、アザルフィジン、タクロリムス、イグラチモド、まあ、ケアですね、ブ、リマチ、こういうのを飲んでる方おられるかもしれませんが、まあ、これですね、あの基本的に最初から あまり使うものではなくて、メトトレキサートが使えないとか、メトトレキサートであの治療してるけど、あとちょっとだけ足りないときに使うものになります。で、なんでかっていうとですね、これをあのたくさん組み合わせてあの治療する方がいらっしゃるんですが、これですね、あのさっきも言ったようにあの骨悪解の抑制効果というのが証明されてないお薬ばっかりなんですね。で僕らは今痛みを取ることが目的プラス骨悪解を止めないといけないので、こういったお薬だとそれがあの達成できないので、メソトレキサートを中心にあのそれでも制御できない場合には、まあ、生物学的製剤、JAK阻害剤の治療について相談するというのが一般的かと思います。で、まあ、ちょっとお話戻りますが、メソトレキサートで治療を始めても、いわゆる低疾患活動性、寛解に達成できない方っていうのは、予後不良因子があれば、生物学的製剤という注射の薬を使います。これですね、まあ、リウマトイド因子とか CGP 抗体陽性、骨の破壊がすでに見られる方、こういうのは予後不良というふうに言うんですが、かなりですね、これに当てはまるので、普通はですね、メトトレキサートしっかり使って効かなければ、この注射製剤のお話をお勧めするということが一般的になります。で、予後不良因子がないと。こういうリウマチ因子が反応として出てないとかですね、あのすごく、まあ、リウマチ出てるけど骨の中は全く起きないような人はですね、あのそういった先ほどみたいなアザルフィジンみたいなお薬とかを、まあ、使う場合があるということになるので、まあ、こういう順番だということを覚えておいてください。でまたですね、この注射製剤使ってある方、あの3ヶ月の間に3つも4つも使われる方いますが、これもですね、あんまりガイドラインに沿ってなくてですね、3ヶ月はまずしっかりと使って効果を見る。それで全く反応がない場合に変えていくというのがあの治療の流れになります。だからまあ半年経ったら5個も使ってたとかいうのはちょっとこれにあんまり沿ってないなというふうに思います。これ海外 あのガイドラインですけど、日本も同じでですね、リウマチと診断されたらまずメトトレキサートを使いましょうというふうになっているのは、これ日本が、出しているガイドラインでも同様です。だからですね、この、MTX 以外の抗リウマチ薬をあの使っていくっていうのはこのセカンドラインになっているので、これはですね、あの一番はこの MTX で効かなければ生物学的製剤で、それが効かなければ他の種類に変えるというのがメインストリームということになります。ステロイドは基本的には使わない、使っていても短期間でやめるというふうに覚えておいてください。
で、さっき言ったように診察の時に活動性というのを必ず手を触って炎症反応を取って、患者さんにアンケートで線を引いてもらって評価をしてですね、うまくいってない人がいたら、治療を変えていくというストレッチを、主治医は、取っているはずであります。でですね、生物学的製剤がどれぐらい効くかというのをちょっと、画像で見てもらいたいと思います。これですね、お薬前、かなりですね、痛みで動けないという方でしたけれども、この方はですね、3日後投与するとどうなるかということですけど、かなり投与前に比べてスムーズにベッドから起き上がれるというのが分かるかなというふうに思います。これ、また別の方ですけど、投与する前で手すりを持たないと、で一歩一歩じゃないと、階段を、下れないと。これがですね、3日後になると、まず、手すりをですね、使わなくても、だいぶ、降りられるようになる。そして最後にですね、7日後、1週間もするとですね、かなり普通の方のように、階段の昇降ができるようになると。もちろんこれ全員ではないんですけどね、こういうふうにかなり注射製剤というのは効果がある薬になります。ただですね、これ注意しないといけないのは、お金も結構高額な治療になりましてですね、3割負担で、体重が一応50キロぐらいの方ということで、書いてありますが、これですね、一月平均ぐらいの薬価で、考えるとですね、3割負担の方で大体2万から3万円台ということになります。で大体どの薬でも、それぐらいのお金が、かかっていくと。ただ世帯収入でですね、高額医療制度とかを
使うと、まあ、少し上限額に引っかかれば、まあ、これよりは安くなるということになります。で、まあ、このジャック阻害剤というのはですねあるんですが、まあ、これ飲み薬で非常に効果もさらに強い薬と言われていますが、まあ、これになるとですねやっぱりどうしても4万とか超えてくるので、まあ、ちょっとやっぱり経済的な観点からも今注射製剤というのがまず第一ということで考えられるというふうに思います。あとはですねこのバイオシミラーといって、まあ、いわゆるこう普通の内服薬でいうと、こうジェネリックと言われるようなものに近いものですけど、こういうものだと少しお値段も安くなるので、まあ金銭的にどうしてもきついという方はこういう薬を相談されてもいいかなというふうに思います。はい、まとめですが、関節リウマチと診断されたときにまずメトトレキサートを使ってくださいと使うということになっています。で、ステロイドは原則としては用いない。あとは、このメトトレキサートでも活動性が残ったりとか関節破壊が進む場合は生物学的製剤というのを、まあ、使用することが多いんですが、経済的な面も考慮して、まあ、担当医と十分に相談して決定ということになります。でちょっと最後ですね、副作用のお話をして終わりたいと思います。これもですねいっぱい書いてあるので覚えなくていいんですけども、僕らですねこの注射製剤を使うときにはですねこんだけの確認をして注射製剤を行わないといけないと。これですね安全のためです。で、まあ、見て分かる通りすごい項目のチェックをしないといけないんですね。でこれを、まあ、外来でですね全てやると、まあ、結構大変なことなんですね。で肝炎、結核の確認、肺炎球菌ワクチンちゃんと打ちましたか、帯状疱疹ワクチンはどうですか、胃結核性好酸菌、悪性腫瘍大丈夫、骨粗しょう症ちゃんとチェックしましたか、重症肺炎の予防薬いりますか、まあ、こういうことを全部調べるんですが、これちょっと外来だと結構大変ということもあってですね、まあその中でもですね、まあ、特に大事なのは、まあ、覚えておいてほしいんですけど、まあ、肺炎球菌ワクチンですね、生物学的製剤とかジャック阻害剤とかで肺炎の合併多いのでワクチンちゃんと打ってますか、また高齢の女性の方結構多いんで骨粗しょう症ちゃんとチェックしてますか、あとそういうお薬で免疫が少し抑えられますけど重症肺炎の予防いらないんですかと、まあ、こういうのが、まあ、大きなポイントになる。ただこれだけのチェックを外来にするって本当に大変なんですね。で実際この生物学的製剤を入れると、約半数の方がですねこの呼吸器感染症と、まあ、これ感染症の中でも、呼吸器感染症ですねを起こす人が約半分ぐらいいるということで、肺炎というのは非常に合併症としては比率が多いものになります。肺炎球菌ワクチンは2つありまして、1つはニューモバックスということで、これは年齢が65歳の方とかは市から公費負担で案内が来るかと思いますが、5年間効果が持続するのでまた5年間経つと打たないといけないですね。でこのプレベナーってもう1個のやつは一生効くので、これを、まあ、1回打つと終わると。ただですねどっちも打ってもいいというワクチンになるので、これはよく確認していただければと思います。まあ、細菌性肺炎の予防、リウマチの方、肺が悪い方多いって言いましたし、そういうのに、まあ、免疫を、まあ、少し抑えるような治療をするので、この肺炎というのは非常に注意して行わないといけないんですが、高齢、既存の肺疾患、これはもうしょうがないことなんですが、これステロイドの使用っていうのは結構このリスク因子になるんですね。それもあってリウマチの人にはステロイド使わない方がいいって言われてるんですが、まあリウマチなのにステロイド入ってるよっていう人結構いらっしゃると思うんですね。でこれをですね本当に担当の先生とよく相談してですね、なんとか減らせないんですかと相談をしていただきたいなと思います。肺炎の予防とかですね、このステロイドをいかに減らしていくかということが重要なキーワードになります。またワクチンちゃんと打ってますか、これは自分で気をつければできることなので、
まあ、これもですね、まあ、本来僕らがちゃんと言わないといけないんですが、それがちょっとこう情報として共有できてない場合は、ワクチンちゃんと打ってるか自分でも確認いただいて、主治医の先生にも確認をしてください。あとはですね、リュウマチの薬が怖くて、リュウマチの薬とか飲んだら肺炎になるから、こんなお薬飲みたくないですとおっしゃる方いらっしゃるんですが、この肺炎のリスクの一つにリュウマチのコントロールが悪いっていうのがあるんですね。だから何でもそうですけど、免疫力を下がることを怖がるんじゃなくて、まずリュウマチをしっかり治すということをですね、最初に考えていただきたいなと。その上でステロイドを使ってたらステロイドをやめていくということを気をつけていただいたらいいかなと思います。この重症肺炎の中にこのニューモシスキス肺炎というのがありまして、これですね、急に空咳が出たり息苦しくなったりお熱が出たりということで、CT を取るとこういうふうに真っ白になるということが起きるんですが、特に高齢の方とか肺疾患がもともとある人、あとステロイドやっぱ飲んでるような人はリスクが高いと言われてますので、生物学的製剤とかを使うときはですね、こういった因子が当てはまる人っていうのは、この ST 合剤、まあ商品名で言うとバクタとかダイフレンとか言うんですが、そういうのをですね、主治医が飲んでもらうように患者さんに言ってるはずです。でこの3つに何か私当てはまってるなというような人がいて、これ飲んでない方がいて、まあ、生物学的製剤を使っているような方でですね、そういう人がいれば、私これ飲んでないんですけど大丈夫ですかと、主治医の先生に聞いていただいた方がいいかなというふうに思います。あとは帯状疱疹ですね。こういうふうにチクチクとですね痛くなってきて、後でこうその胸のある一部に、こういう水泡を伴う湿疹が出たりするんですが、これもですね、このチャック阻害剤という飲み薬が出てきてちょっと注意する副作用になっているので、こういうのも、注意が必要です。これですね、ちゃんとワクチンがあってちょっと自己負担になってはしまうんですが、まあ2万円ぐらい、1回2万円ぐらいで2回打つ薬なんですが、シングリックスという薬があるので、まあ、こういうワクチンもですね、特にジャック阻害剤の飲み薬を飲むような方は受けられた方がいいかなと。あとこういう生物学的製剤とか、ステロイド免疫抑制剤使っている方は生ワクチンはダメなので覚えておいてください。あとメトトレキサートですね、これ具合が悪くて食事が取れないような方が、飲み続けるとですね、急に濃度が上がって副作用が出ることがあるので、特にご高齢の方とかでですね、体調が崩れたような時には無理して飲み続けずにですね、スキップしていただくと、分からない時は主治医に聞いていただければと思います。あとはですね、これちょっと悪性腫瘍、生物学的製剤の前にCT をですね必ず取るようにしてますが、これはここじゃなくて前の施設なんですけど、特にですね高齢の患者さんとかで入院の時に CT 取るとですね、2% ぐらいの方に悪性腫瘍が見つかるんですね。でこういう状態で生物学的製剤を入れると、やっぱりお薬のせいでそういうのが出てきちゃうんじゃないかということが心配になってしまうので、僕らはですね、基本的には、生物学的製剤とかを導入するときは入院でこういうのをチェックした方がいいんじゃないかということでお勧めをするようにはしています。あとは、リウマチの方、高齢女性が多いんですが、骨粗鬆症、これですね、どんな人がなりやすいかというと、高齢者、閉経後の女性、都外に、出る機会が少ない方、運動あまりしない方、リウマチ持っている方、ステロイド持っている方、これもリウマチの方にすごい当てはまるような、方が骨粗鬆症になりやすいということもあって、リウマチの方はですね、骨を絶対に心配しないといけなくて、骨粗鬆症があったらですね、必ずその予防薬、治療薬を飲む必要があるので、これも覚えておいてください。あと、患者さんの、満足度ということで、現在、主治医とリウマチの治療目標について話し合ったことがありますかと言われると、
まあ、話し合ったことがあるという方は、まあ、比較的いるんですが、満足度が81点以上の人になると、まあ、非常に割合も少なくなると。で、外来診療にですね、医師から懸念事項を話すように言われ、患者さんの話を遮られるまでの平均時間18秒。患者さん、医師に自分の懸念事項を満足に伝えられたのは52回中1回と。まあ、これはですね、僕らが気をつけて反省しないといけないところもあるんですが、まあ、なかなかですね、たくさんの患者さんを見てると、まあ、患者さんとじっくりとリウマチの話をするということが、まあ、できないんですね。で、まあ、こういう機会をそのために、まあ、設けさせてもらってるんですが、こういう現状というのはちょっとご理解いただきたいのと、あとはですね、生物学的製剤を導入するときは、まあ、さっき言ったようなリスクのことと、こういうお話を、まあ、設ける機会という意味でですね、リウマチって何ですかとか、まあ、なんでこの薬使わないといけないんですかというようなことをいろいろ相談する時間として、このパス入院というのを今行ってまして、リウマチのそういう生物学的製剤を導入するときにはですね、こういう2泊3日、3泊4日の入院をお願いしているので、まあ、こういうお話があるということを しておいてください。はい。で、まあ、こういう生物学的製剤、弱阻害剤導入前には、まあ、いろんな項目の確認が必要であると。まあ、一部はメソトレキサートを開始前にも始める、確認する必要があると。あとは骨粗鬆症の確認が必要なので、心当たりある方は主治医に確認ください。あとは肺炎球菌ワクチンですね、これもよく聞いてください。